さあ、富士急ハイランド絶叫マシンに乗らずにデートを楽しむことができるのか、実況は私アミと解説のカコさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、今回は腹ペコグルメリポートタイム。そろそろお昼だね。そうだね、朝も早かったからお腹減っちゃった。じゃあご飯にしよう。おう、よし、ランチは特に下調べしてきたからな。ここでしっかりマキちゃんポイントをゲットしないとな。加古さん、マキちゃんポイントとは？和弘の脳内設定でしょうね。おそらくこのマキちゃんポイントがたまると和弘的にはデートが成功しているということなんでしょうね。なるほど。さあ、シーンは和弘の脳内妄想へと移ってまいります。ここはハイランドリゾートホテル&スパで中華料理が楽しめる上海菜館のようですね。ここでまさかの富士急ハイランド園外です。いや、これは悪くはないですよ。少し豪華なゴージャスな演出をしたいということなんでしょうね。なるほど。マキちゃん、今日はホテルでランチさ。カズくん、なんて素敵なの。ははは、君、料理を頼むよ。かしこまりました。カズくん、かっこいい。マキちゃんこそ。さあ、脳内妄想のため演出が濃いめでお送りいたしております。この店も綺麗だけど、これ以上にマキちゃんも綺麗さ。うまっ。和弘、ここで謎の褒め言葉。いや、妄想だからいいですけれど、これ実際にやったらマイナスポイントでしょうね。ランチだと軽めコースで2人で4460円。ランチとしては高めだけど、ホテルでご飯ってことを考えるとそれほどでもない。あははははは。ここでキラキラ輝く。あははは。実際のところホテルで食事というものはどうなんでしょうかね、カフさん。先ほども言いましたが、まあ、悪くはない選択でしょうね。接客も二重丸ですし、落ち着いた雰囲気の中で食事をしたいということであれば、これはかえってこう抜群の選択かもしれませんよ。なるほど。うまい。ハオ。ここで取ってつけたかのような中国語。マキちゃんがもしも気遅れしちゃうようなら。こんなおしゃれで高そうなところなの？もっと普通でいいよ。プラン B も用意している。じゃあこういうのはどうだい、チキチータ。まだまだ妄想は続きます。さあ、加古さん、次のここは？ここもハイランドリゾートホテル&スパの中にあるリサトがスパールレストランですね。これはかわいい。ファンではなくても楽しめる空間になっています。現実での時間がどのぐらい経っているのか少し気になりますね。まだまだ戻ってくる気配はありません。かわいい。ここのチョイスについては、いや、いいですよ。妄想の中とはいえ非常にいいチョイスだと思いますね。オリジナルのメニューも多いので、ここはそこも楽しみたいところですね。さあ、前と似たような展開が続きます。もちろん食事だってバッチシ。ここならデザートメニューもたくさんあるから、女の光景を考えるとむしろこっちでもいいのかもしれない。ここはですね、ピザみたいにでっかいハンバーガー美味しいんですよ。まさにカズヒロが妄想で食べてあれですね。食事はとっても美味しそう。ぜひ食べに行ってほしいですね。デリシャス。次回に続きます。